僕の名前は加藤類、絶賛無職な23歳だ。今は単発のバイトでどうにか食いつないでいる。とはいえ直近の問題は仕事がないことではなく。いるんだろ、さっさと開けやがれ。やっぱりいるじゃねえか。イルスなんか使いやがって。すみません。彼女は青木花さん。高校時代は先輩後輩の仲だったが、今は別の関係だったりする。今日こそ耳を揃えて返してもらうぞ。さすが轟組の一人娘、すごい迫力。あとちょっとだけ待ってください。もうすぐバイト代が入ってくるんです。知り合いのよしみで。どうか。ダメだ、それとこれとは話が別だ。きっちり払ってもらうぞ。そんな。まさかあの青木先輩から取り立てに会うなんて。どうしてこんなことに。今から1年前、大学在学中に僕は自分の会社を設立。同じゼミで知り合った友人のヤバすぎチャラ男と一緒にだ。チャラ男が手伝ってくれて助かったよ。お前も人よしだよな、わざわざ年寄りを支援するような会社やろうなんてよ。福祉系の仕事に興味あったから。ところが半年後。そんな冗談だろ。僕名義で融資を受けていた事業資金を持ってチャラ男がとんずら。間もなく会社は倒産し、多額の借金だけが残ってしまった。最初から騙されてたのか。だとしたらひどすぎる。お願いします、どこにも逃げたりしません。借りたお金はきちんと返済しますから。ち、毎日来るからな、一生逃さねえ。これからどうしよう。それから数日、僕は借金返済のため今日もバイトに明け暮れている。早くどうにかしないと、これ以上は待ってもらえそうにない。大丈夫ですか。どうも腰をやっちまったみてえだ。歳なんて取るもんじゃねえな。貸してください、変わります。君ってずいぶんお人よしなのね。え、この人って確か福田愛さん、それが彼女の名前だ。工事を取り仕切っている小岩グループという大企業の社長令嬢。進捗確認のためかよく現場に顔を出している。あなたいつもそうやって人助けしてるでしょ。まあそうですね、困ってる人は放っておけませんから。ところで君、借金があるんだって。どうしてそのこと。他の人に聞いたの、結構な噂になってるみたいよ。そうだったんだ。でどうなの。ええ、まあ轟組に1000万円ほど。轟組、そう。働きぶりも真面目だし、何より自分だって困ってるのに人助けできるなんて立派だわ。気に入ったから立て替えてあげる。え、いいんですか。ただし一つだけ条件があるわ。それってしばらく恋人のふりをしてほしいの。私お見合いの話がひっきりなしでね、面倒ったらないわ。なるほど、お嬢様も大変ですね。悪くない話でしょ、引き受けてくれる。まあそれぐらいなら。契約成立ね。愛さんの希望で早速デートすることに。すみません、わざわざ迎えに来てもらって。遠慮しないで、私はルイ君の彼女だもの。おい加藤、てめえ何やってやがる。へっ先輩。いい気なもんだな、借りた金も返さず女連れとはよ。いや、これには事情が。あら、あなた。てめえは小岩グループの。あれ、二人って知り合いですか。まあな、うちはいくつか会社もやってるからよ。こいつとは水と油の関係ってやつだ。開発の権利なんかをめぐってよく会社同士で対立してるのよ。さすが地元権力者のご令嬢、いろいろあるんだな。加藤、こんな女とつるむんじゃねえ。ちょ、引っ張らないで。あなたたちどういう関係。その、なんと言いますか。私は取り立て人だ、見りゃわかるだろ。へえ、そういうこと。返済したから彼のこともらうわね。はあ、
レイ君の借金はうちで立て替えることにしたの。なんだそれ、聞いてねえぞ。というわけでこれから楽しいデートだから邪魔しないでちょうだい。失礼します。くんねんね。これで取り立てに怯える日々とはさよならだよな。ところがどうして先輩まで。そうよ、どういうつもりかしら。うるせえ、関西なんて私は認めねえぞ。つうわけで取り立て人の私がいたってなんらおかしくねえ。それどういう理屈。こんな女の言うこと聞く必要ねえ。さっさと帰るぞ。勝手なこと言わないで、ルイ君は渡さないわ。二人とも落ち着いて。一体どうすれば。どうやって知り合ったか知らねえが、こいつと付き合うとか認めねえ。そこまで言うなら勝負しましょう。私が勝ったらおとなしくお金を受け取ってもらうわ。上等だ。私が勝ったら加藤から手を引いてもらう。ちょ、勝手に進めないで。そして肝心な勝負の内容はというと。はい、あん。一人で食べられます。ダメ、私の方が彼女にふさわしいって証明するんだから。まさかこんなことで勝負するなんて。おい加藤、こっちの方が甘いぞ、早く口開けろよ。あ、やば、かわいすぎ、こんな先輩見たことないぞ。それからも二人の勝負は続き、今日は近くの公園までピクニックに来ている。こうやってのんびりするのもいいですね。だな。ところでよ、せっかくだから弁当作ってきたんだが。え、先輩の手作り。毎日バイトで大変だろ。ほらこれ食って体力つけろ。わあすごい、作るの大変だったんじゃ。これも取り立て人の仕事だ、へばられたんじゃ回収できないからな。あははじゃあありがたくいただきます。お、すごくおいしい。口が汚れてるぞ、ちょっとつらかせ、私が拭いてやる。すみません、思い出した、先輩って怖いけど意外と優しい人なんだよな。まったく、ちょっと目を離した隙に一体何をやっているの。いや、これはこの勝負私の勝ちだな。そっちがそういうつもりなら私だって負けないわ。レイ君、ちょっとこっち来て。お、お腹いっぱいになったら眠くなっちゃったでしょ。私のお膝貸してあげる。ちょ、おい加藤が困ってるだろ、おしかしはやめろ。借金取りに言われたくないわ。愛さんの太もも柔らか。じゃない、こんなことしてていいのか、借金だって残ってるのに。一週間後、突然愛さんから呼び出しを受けた。大事な用って一体なんだろう。例の契約についてかな。屋敷の方に案内されて彼女の部屋に向かってみると。いらっしゃいルイ君、待っていたわ。え、なんて格好してるんですか。あら、おかしい、私部屋だといつもこうよ。それで用事って。ごめんなさいね、いきなり呼びつけたりして。別に大した話じゃないの、どうしても君と二人きりになりたかったから。ほら外だと邪魔が入るでしょ。ちょ、近っ。私ね、花には絶対に負けたくないの。それって先輩と仲が悪いからですか。それだけじゃないわ、私ルイ君が好きなの。な、恋人は演技だったんじゃ。あんなのはただの口実よ、君に近づくための。どういうことですか。覚えてないかしら、私たち以前に一度会ってるのよ。落としたペンダントは一緒に探してもらったわ。あれは母の形見で私の宝物なの。そういえばそんなこともあったっけ。あの日から私はあなたに夢中なの、こっそりお仕事を見に行ったりして。なるほど、だから現場によく来てたんですね。他にも人助けしているところはたくさん見たわ。誰かに親切にできるってすごいことよ。そんな、単にお人よしってだけです。それにいいことばかりじゃありません。友達にも裏切られたりもしましたし。たとえそうでもレイ君はとっても素敵だわ。あ、アイさん、本気で君が好きなの、花には絶対渡さない。あ、僕このままアイさんと。
お嬢様、お紅茶の用意ができました。助かった。あのままだったらどうなってたんだ。結局話はうやむやに、紅茶をごちそうになってから辞去することにした。そして別の日、今度は借金の件で先輩の家を訪れることに。できればもう少しだけ待ってもらえません？話は後だ。着替えてくる。お前はここで待ってろ。はい。ここって先輩の部屋？一人にしないでほしいんだけど。おいてめえ、お前さんが加藤だな。ちょっとつらかせや。もしかして先輩のお父さん、僕これからどうなっちゃうの？そのまま組長室へ案内され。で、花のやつは最近どうよ？どうとは？仕事の方はうまくやれてんのか？一応熱心に取り立てに来てもらってますが。そうか。実はよ、あいつ組の仕事は初めててな、親としちゃ心配なのよ。初めてってそうなんですか？お前さ、花の後輩なんだって。きっとうちの若いやつから厳しい取り立てに遭うの嫌だったんだろうな。自分に任せろって聞かなくてよ。わざわざ僕のために？そうだったんだ。組長としちゃ勝手な真似は褒められたもんじゃねえが、あいつには昔から苦労かけてるからな。小岩グループのジョーちゃんとのことだってそうだ。それって愛さんのことですか？おう、知ってんのか。今でこそ小岩グループとは対立してるが、向こうの社長とは古い友人でな、花とあっちのジョーちゃんは幼馴染なんだよ。昔は蔵で見つけた古いオルゴールなんか聞いてよ、よく一緒に遊んでたっけな。知らなかった。あの二人が友達だったなんて。その話を聞いた僕はすぐに先輩のもとへ。青木先輩、聞きたいことがあるんです。な、あれ、その服って？違うんだ。ちょっと魔が差しただけで、デートだし可愛い服がいいかなって。デート？借金のことで話があったんじゃ。いや、その私には似合わないよな。すぐ着替える。そんな、僕は何も。危ない。すみません。悪いのは私だ。謝るな。先輩の顔がこんな近くに。やっぱりすごく綺麗だ。で、早くどかないと。ところでその服すごく似合ってますよ。先輩もやっぱり女の子なんですね。まあそこを疑ったことはないですけど。とく、この私を女扱いとは。お前は変わらねえな。覚えてるだろ、高校の頃組長の娘だってんで私は腫れ物扱いだった。普通に接してくれたのは委員会が同じだったお前だけさ。それは先輩が優しい人だって知ってましたから。ほら、校舎裏で猫に餌あげてましたし。げ、見られてたのかよ。いや、あの時の先輩は可愛かったな。とにかく私はお前の優しさに救われたんだ。ま、大げさですって。そんなことはない。悪いが、取り立ての仕事でお前の行動は観察させてもらった。自分だって大変なくせに、いろんなとこで人助けばっかして、あの頃からちっとも変わってない。おせっかいで優しいままだ。私は、そんな加藤が好きだ。再会して改めてそう思った。じゃあ、毎日うちに来てたのって。決まってるだろ、お前に構ってほしかったからだよ。まさか先輩まで僕のことが好きだったなんて。ところで一つ聞きたいんだが、なんで勝手に入ってきてんだ？私は待ってろって言ったよな。これには事情がありまして。言い訳無用だ。そこに正座しやがれ。乙女の着替えを覗きやがって、たっぷりお説教してやる。勘弁してください。その後は1時間にわたってお説教される羽目に。おかげで肝心なことは聞けずじまい。その日の夜、先輩と愛さん、なんとか仲直りさせられないかな。けど僕なんかにできることなんて。いや、やる前から諦めちゃダメだ。自分にできることをやらないと。それからというもの、以前にも増して熱心にバイトに励むように。
お金のことなら心配しなくていいのよ。それよりどこか遊びに行かない？最近仕事ばっかじゃねえか。頑張りすぎは体に毒だぞ。二人ともごめんなさい。けど今は仕事に集中したいんです。少しだけ待っててほしい。今のままはやっぱりダメだと思うから。そうしてバイト代の一部を使って自分でも借金の返済を進めていたある日。たく困ったもんだぜ。どうしたんですか？みんな手が止まってるみたいですけど。なんだ兄ちゃん、知らないのか？ん？話によれば町の開発方針をめぐって轟組と小岩グループがさらに激しく対立。おかげで工事は完全にストップしてしまったらしい。今日はもう帰っていいぞ。まったく、ちった現場のことも考えろってんだよな。そんな、二人は大丈夫なのかな。しかしその日の夕方、不安は見事に的中した。いい加減白黒つけさせてもらうぞ。君はどっちを選ぶの？彼女にふさわしいのは私よね。その勝負まだ続いてたんですか？当たり前だ。一度受けた勝負からは逃げねえ。だからっていきなり押しかけてこなくても。レイ君が私たちを避けてるからだわ。それについては言い訳できない。私、レイ君が好きなの。彼女にして。恋人になるのは私だ。借金ぐらい立て替えてやる。ちょ、二人とも落ち着いて。ダメだ、前よりもっと仲が悪くなってる。こうなったら。待った、二人に受け取ってほしいものがあるんです。あら、贈り物？なんだよ、改まって。本当は二つ用意したかったんだけど。これ僕からのプレゼント。大したものじゃないけど受け取ってください。かわいいじゃねえか。綺麗ね。もしかしてずっとバイトしてたのって？このお金を貯めるためです。僕、二人には仲良くしてほしくて。先輩と愛さんって幼馴染なんですよね。レイ君、知ってたのかよ。今は二人のうちどっちかを選ぶなんて僕にはできません。まずはみんなで仲良くってことでどうですか？ったく、お前らしいな。本当にとんでもないおせっかいでお人よしね。まあ偉そうなこと言う前に借金をどうにかしろって話ですけど。おう、その件なら肩がついたみたいよ。え？その後案内された廃工場に向かってみると。チャラ男、お前どうして？私の部下が見つけたの。借金なら彼に全額弁済させればいいわ。すでに金は使い込んだ後みたいだけどな。何、いい漁船を知ってる。一年でケリがつくだろ。ま、無事だったらの話だけどな。助けてくれ。こうして借金の件は無事に解決。今は再び起業するため準備を進めているところだ。なお会社同士の対立は仲直りした二人が簡単に収めてしまった。なんというかさすがですね。このくらい私たちなら簡単よ。だな。ま、それはそれとして、私はまだ諦めてないから。いつになったら彼女にしてくれるんだ？いっそ三人で付き合わない？みんなで仲良くしましょ。うわ、どうやら僕は彼女たちの思いの丈を見誤っていたらしい。この先も別の意味で取り立ては続きそうだ。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。